この時間はゲストをお招きしています。本日東証2部に新規上場となりました証券コード6237株式会社いわき代表取締役社長藤中茂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。上場おめでとうございます。ありがとうございます。株式会社いわき、どんな会社なのかご紹介いただけますでしょうか。はい、当社株式会社いわきはケミカルポンプの総合メーカーでございます。ケミカルポンプと申しますのは機械のポンプなんですけれども、主に化学薬品等の薬液を移送するための耐食性に優れたポンプのことでございまして、当社60年社歴を通しまして品質でありますとか品揃え、あるいはサービスサポート等で日本トップクラスのメーカーであるというふうに自負をしております。設立は1956年でございまして、その3年後1959年にケミカルポンプの製造販売を開始しております。それ以降さまざまな種類のポンプをリリースしてきまして、現在の総合メーカーになっているということでございます。少し会社のスケール感を感じていただくために数字をいくつか並べたいと思います。売上高が227億円、経常利益が15億円、従業員数が849名、いずれも2015年3月末の数字でございますけれども、こんなスケールの会社でございます。それからグループ事業拠点といたしましては、国内に6つの支店と7つの営業所を持っておりまして、きめの細かい営業活動を行っております。それから海外ですと15カ国18社の子会社関連会社がございまして、こちらもサポートを続けております。ケミカルポンプ、はい、これはどのようなものなんでしょうか。はい、ケミカルポンプと言いましてもイメージつきづらいと思いますので、身近なところで2つほど説明をさせていただきます。まず左側になります。浄水場の塩素注入と書いてございますが、これは水道水で使われる場合でございます。水道水の中にはいろんな雑菌が入っておりまして、これをなくすために滅菌剤という薬品を入れることになります。薬品ちょっと細かくなりますが、次亜塩素酸ソーダと、塩素の一種になりますが、非常に扱いが厄介な液体でございまして、そこに当社のポンプ使いますとスムーズに注入ができるということで、当社の回転溶石ポンプというものが使われております。多数の浄水場さんに使っていただいておりますので、水道の蛇口をひねったときに出てくる水には当社のポンプで注入した薬液が入っているということになります。それから右の例、人工透析装置の透析液移送と書いてございまして、血液をきれいにするための人工透析でございますが、この装置の中で透析液を正確な量を入れたり出したりするというところで、当社の回転溶石ポンプ、小型の非常に精密なポンプでございますが、こちらが使われております。他にもいろいろ種類があるんでしょうか。はい、当社ケミカルポンプの総合メーカーでございますが、1種類だけのポンプを取り扱っているわけではございませんで、左側に青く書いてございます、マグネットポンプ、定量ポンプ、空気駆動ポンプ、回転溶石ポンプ、エアポンプ、それからポンプとコントローラー、それからセンサー等を組み合わせましたシステム製品、以上6つが当社の製品群になります。でこちらのたくさんの種類のポンプございますが、これを販売しているのが右側の市場でございます。上から半導体液晶市場、医療機器市場、表面処理、化学、水処理等々、多くの市場に販売をしております。で、半導体例に挙げますと、半導体の装置メーカーさんがお客さんでございますし、それからデバイスメーカーさん等がお客様になります。医療機器で申しますと、先ほど出てきました人工透析装置を作っているメーカーさんと、大手メーカーさんもございますが、それ以外では温泉の設備でありますとか水族館、あるいは町のメッキ屋さんとか、非常に幅広いお客様に使っていただいております。で、各製品とも国内ではトップクラスのシェアをいただいておりまして、特にマグネットポンプ、それから半導体製造で用います空気駆動ポンプに関しましては国内トップクラスをいただいております。市場別の売上につきましては、水処理市場、半導体液晶市場、医療機器市場において約半分 50% を占めております。また地域別の売上で申しますと、日本国内が 65%、 海外販売比率が 35% ということになっております。
はい、では業績については足元どのような状況でしょうか。はい、業績のグラフが出ましたが、売上の推移につきましては、2013年3月期、急激な円高ということで若干の落ち込みございましたが、それ以降につきましては、おおむね右肩上がりで、急ではございませんけれども安定した成長を示しております。それから利益になります。利益につきましても若干の変動はあるものの、売上増加に伴い安定して成長しているというふうに判断をしております。はい、では御社の特徴についてさらにお伺いしたいんですけれども、はい、強みはどのようなところにありますでしょうか。はい、先ほど総合メーカーと申し上げましたが、当社数多くの製品を持っておりまして、この数多くの製品を数多くの市場に販売しているということでございます。ですので、一つの市場の動向に左右されづらい、売上の安定感というのは当社の強みであろうというふうに考えております。それから当社はたくさんの製品を持っておりますので、一つの装置あるいは工場等で複数の種類のポンプを使うといった場合に当社にお声掛けいただきますと、ワンストップで供給ができるということも強みであろうというふうに考えております。それから2つ目の強み、販売サポート体制でございます。先ほど申し上げました通り、国内13拠点の営業拠点がございます。多数の販売スタッフを抱えておりまして、これは当社の数多くの製品の中からお客様のさまざまな用途ニーズに合わせた製品を選定すると、これはポンプの技術あるいはお客様のプロセス等の知識がないとできないということで、そういう質の高いスタッフをたくさん抱えているというのが強みであろうというふうに考えております。それからきめの細かいサポートで申しますと、当社のポンププラントでありますとか工場の中で使われておりますので、止まってはいけないというような性質を持っております。ただ機械でございますので、不幸にも止まってしまった場合というのは、当社は非常にメンテナンスというものを重視しておりまして、すぐに直すという体制でございます。例えばお客様から緊急の連絡、ポンプ壊れてしまいましたと、そういう連絡をいただいてから最近の統計ではほぼ翌日には復旧をしているということで、非常に高い評価をいただいております。これも強みでございます。それから強みの3つ目がポンプを中心としました流体制御技術あるいは水質の制御技術を提案力で持っているというのが強みでございます。こちら絵で紹介しておりますのが2つございまして、左側が補助人工心臓用耐久試験装置ラボハートというものです。それから右側が小型魚類飼育水槽システムラブリードというものでございまして、まずラボハートの方になりますが、当社は工業用のポンプ、非常に耐久性の高いポンプを持っております。それからポンプを制御するという技術を持っておりまして、これを組み合わせまして、人間の体内の心臓と血液の流れというものを機械的に再現した装置でございます。何で使えますかというと、人工心臓あるいは人工弁の臨床前の耐久試験をこの装置を用いて行うということで、おそらくこれ世界でオンリーワンの製品ではないかと思っております。それから右側のラブリードでございます。ラブリードは研究機関とか大学で使われておりまして、これは小型の魚類ゼブラフィッシュとかメダカがそれに相当しますが、これを遺伝子の研究あるいは毒性の評価試験で使います。でこのたくさんの魚、小さな魚なんですが、を安定して飼育するシステムということで、当社は工業用のポンプを作っておりますが、以前より観賞魚用のポンプというのを持っておりまして、魚を飼うノウハウというのがございます。でこの魚を飼うノウハウ、魚を飼うに適した水を作るノウハウということになりますが、こちらラブリードハードウェアではございますが、そのハードウェアとそれから魚を使う技術というもの、ノウハウというものを提供しております。はい、では今後のビジネス展開についてお伺いしたいと思います。はい、どのようなことをイメージされてますでしょうか。はい、当社は新エネルギー市場、水処理市場、医療機器市場というものを強化すべき3市場と定めておりまして、その他の安定した市場に乗せまして成長していくというのが基本的な考え方でございます。
はい、では最後に番組を見ている投資家の皆さんに向けて社長からメッセージをいただけますでしょうか。はい、当社株式会社いわきはケミカルポンプという非常に地味な製品を長年産業界に提供してまいりました。昨年から使い始めました当社の CI は The Heart of Industry という言葉でございまして、これは直訳しますと産業の心臓ということですが、薬液が血液といたしますとポンプは心臓であるということで、お客様とお付き合いしますと辛いこともあるしきついこともあるでしょう。しかし頑張って仕事をして社会のためあるいは当社のために成長していこうという真面目な会社でございます。ご覧の皆様のご理解とご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。はい、この時間は株式会社いわきの藤中社長にお伺いしました。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。